羽田空港の滑走路に着陸した日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突し、海上保安庁の機体に搭乗していた5人が死亡しました。機体は原形をとどめていません。赤い炎が今も上がっています。衝突したのは新千歳空港発羽田空港行きの JAL516 便と羽田空港基地に所属する海上保安庁の航空機です。警視庁などによりますと、海上保安庁の航空機には6人が乗っていましたが、その場で5人の死亡が確認されました。残り1人は機長で、自力で脱出したものの重い火傷を負っているということです。海上保安庁によりますと、航空機は昨日の能登半島地震を受け、物資輸送のために新潟に向かう予定でした。着陸をしている際に、滑走路上に海上保安庁の機体がございまして、そのまま衝突をしたということです。国土交通省などは午後9時過ぎに会見を開き、事故原因について管制官とのやり取りも含め確認中と説明しました。